おはようございます。3月16日月曜日6時26分の相場解説になります。今回はですね、週足から見てるんですけども、週が変わりましたんで、まあおさらいからいきましょうかね。もう去年の話になりますけども、これが1月3日の急落だと思います。でこことここに点を引いて、だいたいねこういう風な等間隔になるんですよね。でここに線を引くと何が起こるかってことも皆さんご存知だと思いますけども、まあこのね、丸に達すると上に上がるよ、丸に達すると上に上がるよっていう流れなんですよ。で今回4回目の丸に達したわけですよね。ヒゲを出して下の方には潜ったんですけども、でもやっぱりこっからね、上の方に向かうんではないかなってことが考えられます。必ずそうなるだけじゃないですよ。もうそろそろそうはならなくなるかもしれませんけどね。で翻ってですね、もうちょっと幅広く見てみましょうか。後ろの方にこうやって伸ばすとしたら、ここの大きなヒゲが出しているところありますよね。これこのヒゲですよ。ちょっとずらして描きますけど、そのヒゲとこのヒゲってちょっとね似てるんですよね。この止まってるところを見てください。ここです。100円のどこぐらいですかね、900ぐらいですかね。ここも同じような水準じゃないですか。ここね、ちょっと似てるでしょ。こういうふうなことを結んでいろいろとヒントを探っていくってのが大きな流れ、週足を見る意義なんですけどね。でちょっと一旦この週足を閉じて、デイリーを見てみましょうか。これがだから1本が1日のラインです。これも復習から入りますね。右肩上がりにずっと進んできたじゃないですか、こういうふうに。でこのとんがりコーンができた後、ドカンと急落してもう一回とんがりコーンを作ったんですよね、下で。で主戦場がこの辺りに設定できるのかな、大きくはね。でこれだと大きすぎますよね。だから私がお話したのはこのねトンネルですよね。これちょっとすいません、デイリーでは見にくいんですけども、この辺りに落ち着くのかなと思ったら落ち着かずにドカーンと上に伸びちゃったってところなんですよ。まあ、ですのでこの相場としては私のね判断ではわからない乱れたところになるんで、ちょっと様子を見ましょうみたいな話をしたと思います。はい、では4時間いきますね。4時間はこれですね。で窓のところなんですけども、この窓の間でね横ばいになるかなと思ったらならなかったわけですよ。ズバーンと跳ね上がったんですよ。特に市場介入がありましたよね。金曜日のことでしたけども、日銀の市場介入が5000億ぐらい、アメリカが5兆2000億、桁が違いますよね。それによって、ダウ平均がぐっと上昇したことに合わせて、今度はねドルが買われて円が売られるっていうことでこういうふうに進んだわけですよ。そのニュースを取っていれば根っこから入れないにしても、どっからでも入れて利益が出してたでしょってことをお話しました。で1時間になるときにこういうふうに強制的に引き上げられた利幅っていうのは、金利っていうのは、必ずね反動を食らうんですよ。それが1時間に出てます。週が明けて窓を開けて、今週も窓を開けてるんですよ。今週も窓を開けてですね、ガクンと下がったわけですよ。まあ、ですんで強制的に介入で引き上げられたドル円の相場ってのは、まあ、元に戻る瞬間があるよってことで、今回土日を挟んでましたんで、今振り返ればね、金曜日の間にこれ週明け窓が開きますよって言っとかないといけなかったですよね。予測できたわけですから。ちょっと迂闊でしたね。ここも窓を開けた、これはね分からなくてもしょうがないと思うんですよ。この窓はで、ここはね、窓はこれは分かるだろうって話ですよね。金曜日にあれだけお立ち回りをしといて、土日で熱が冷めるわけですから、これ窓を出してね、大きく下に行くだろうなってことですよね。で、あとはこの今チャートバーはここにありますけども、ここにね、これが窓を埋めにかかるのか、まあ埋めるでしょうね。それを埋めるのが今日中なのか、今日の午後なのか、明日の午前中なのかって違いありますけど、窓を埋めに行くでしょう。ですから買いで入る方はちょっと長めに持っておけばいいんじゃないかなと、長くなることを覚悟して持っておけばいいんじゃないかなと思います。基本的にここから売りにが進行することはないです。窓を埋めもしないのに下に行くことはないです。まあ、ですんで私の考えとしてはね、今日のまとめになりますけども、買いで入るということですね。ただし月曜日なんで午前中は様子見ですよ。わかりませんから、新しい資金が 今週入るかもしれないですからね。ということなんで、第一仮説は買いで窓を埋める、これがまあ濃厚です。
ただし午前中は様子を見ることです。それ以外はありません。本日は以上、シンプルにお届けしました。グッドラック。